はい、どうぞ。今のお話なんですが、契約上は3月31日までに学校に通さなきゃいけない、行かなきゃいけないということで、国の買い戻し特約がついてますが、それに関しては、まあ、延期ですよね。開校の延期ですよね。開校の延期、はい、はい。それで済む話なんですか。開校の延期で。あともう一点、土地の話なんですけども、先ほど疑惑は一切ないとおっしゃいました。河野池議員の方に接触された意図はどういう意図があったんですか。よく不動産屋さんがあるでしょ。で、あのマンション買いたいなって言ったら、どっかの不動産屋さんに入りませんか。あのマンションがいいんとちゃうのとか、こちらの道の方がいいんじゃないのとか、例えばじゃあこの土地があるんですけど、なんどこかこれはどちらの方に接触させてもらったらいいんでしょうか、いうような事柄の程度でしょうね。大野家先生、大野家先生のできれば理事長にお答えして、ちょっと私も言わせてください。大野家先生のことについて、でそれは実際に金銭の事じゃないわけですからね。でその上で出てきた出所っていうのが共産、自民党から共産党に流れてるっていうこのルートもね、いやそのことは全然聞いてなくて、いやいやそのことは聞いてないけど、私も言いたいんですよ。それはまずでそのことについて、いや別じゃなくて非常に重要な問題で、例えばそのいや非常に重要な問題なんですよ。なんでそんなつぶつぶなんていう、それは分かるんです。分かるかどうか分からない。でもね、都構想のこともそうでしたでしょ皆さん。自民党と共産とか一緒の外線に乗ったでしょ。これ重要な問題なんですよ皆さん。お答えはどうですか。その定着の時からですね、その河野池さんに接触されてますけど、定着の時に河野池さんに接触してないですよ。その土地が不動産屋さんからここにありますよっていうふうにおっしゃられた時の一瞬にしか過ぎない。一瞬にしか、どこなんですよこれは。どこに言ったらええんですかね。関西空港ですか、どこですか、ここ財務省なんですか、どこですか、いう程度のもんですよ。そうすると、その土地の価格に関わるその高いとか低いとかっていうことは、こう抜いて事務所側には何も言ってない。全くないですよ。もうそんなことしない。そんなことしないですよ。自分で努力して対応しないと。すいません、読売新聞なんですけれども、質問を言ってお願いしたいのですが。すみません、まだ質問してないので。理事長に一点教えていただきたいんですけれども、読売新聞の浦野と言います。一点。朝日さん、でもほんまはよろしいですか。理事長、理事長、一点よろしいですか。いいですよ。はい。昨日ですね、豊中の方で、はいはい、出題時に対して開校させていただきたいとおっしゃった理事長が、今日午後2時のタイミングでこうやって取り下げをされるという、この急転直下に見えるんですけれども、この、いや、そんなことないですよ。この時は何があったのかを教えていただきたい。お話したでしょ、帰りの時もね、なんか僕のライトバンボコボコになってしまいましたけど。かなりぶつけられてボコボコになってしまって怒られましたけどね。あの時のちょっとお話したけども、私のニュアンスというのはですね、大阪府の方が建物の中まで見に来られなかったので、僕はちょっと遅れて行かしてもらったんですね。じゃあ着いてしまったんですよ。で本来だったら建物の中見てほしかったんですよ。いくら何か状況の変化があったとしてもね、じゃあついでに来られてんやから建物なんか見られるでしょ普通。だって堂々と立ってる建物見るやないですか、ついでなんやから。でもあの時にね、あれって思ったのと、その後の会見で担当者の方がお前らとかいうようなことを副園長が言ったというようなことを言ったんですよ。もうそれは人格権の侵害ですよ。人格権の侵害ということを言われたわけです。ということはどういうことかというと、そういうことを言うということ自身がもうすでに決めていることなんだろうなというふうに読んだということです。もう実施検査をする環境ではもうなくなったという、そういった理解ということですよね。もう一点だけ、先ほどおっしゃったその開校の延期という、ここちょっとよく分からなかったので、もう一回再申請するお考えですとか、ちょっとそのあたりがよく分からなかったら教えていただきたいんですけど。もちろん再申請しますよ。それはどういったタイミングでお考えなんですか。まだ分からないですわ。私はもうこの分を作り上げていくのに5年ほどかかりましたでしょ。
うん、で5年またかかるとなると私いくつになるんですか。70歳になるんですよ、ね、まだ若い。でもできるかも分からない。今以上にできるか分からないから、それはそのタイミングで考えさせていただこうと思ってます。すいません、観光認可のですね、取引について申請報告書の件当時にですね、役所の後押しを受けながら進めているとおっしゃってたんだと思うんですけども、具体的にはどういうような後押しを。後押しというのはその言葉のあやでね、我々に財務省の方が土地を用立てていただいた、ね、そういうふうな行為というのか、まあ、いくらその間にですね、いろいろなやり取りはあったにしても、うん、私どもの学園の方に入ってきたわけですから、それはそれ、そういう意味で言ったということですね。もう一つですね、まさにその今日決断されたんだろうと思うんですが、この収支計画の柱の一つとされた寄付金なんですけども、今までに総額いくらぐらい寄せられてるんですか。答える必要あるんですか。まで聞きたいんです。いや、それもそうですけど、その寄付をせられた方に個人的にその要するに個別訪問で回ってらっしゃる方がいるんです。あのね、我々は寄付金の調書というのを大阪府庁に出してます。でも大阪府庁にしか出してない、こんな人ですって。でもそれがどっから抜けたんか知らんけど、どっか の報道機関の方に渡ってその方のところに行って確認してるという感じ。なんで抜けるんですかね。なんで抜けるんですか。不思議でしょ、抜けるということで。でないと安心してというか信頼して、その先ほども言った内容のこともそうですけど、お渡しできないでしょ。もう私の方だって、その前段でこういうふうなことがあるんですけど、ちょっとそれって府の方から答えていただけませんかいう文章を送ってるんですよ。でもその文章に答えないまま終わっちゃったりとかね、聞いてます。わかります?こういうことが漏れてるんですけど、なんでなんでしょうねという、僕は今も思ってます。はい。すいません。以上、すいません。すいません。YouTube で、すいません、朝日新聞です。YouTube で、国会議員の皆さん、まあ、ご存じ、知らないと言ってたけれども、よくご存じの方もいらっしゃるということで、2年ほど前にもあったことがあるとおっしゃってましたけれども、それは稲田香織さんのことでよろしいんですか。まあ、それは皆さん方、やっぱりいろいろね、会合とかでお会いする方もいらっしゃるから、それはもう、想像にお任せします。例えば稲田さんとは、いつ頃、どういった会合でお会いになったんですか。まあ、稲田先生とはやはり、志は一緒だから、まあ、なんていうんですか、いろいろね、お会いする機会は、まあ、以前はたくさんありましたから、でも、国会議員になられてからは、そんなにないですよね。それは一つもね、しっかりとした占領になられてるんですから。でその小学校建設にあたっての、まあ、その土地のいろんなご相談とかもないです。全くないでしょ。本当に全くないですから。はい、はい、すいません。安倍首相と夫人との関係を教えてください。はい、どうぞ。すいません、どうしても3通りの契約書のことについて確認をさせてください。施工業者さんは結果的に嘘をつかれていたっていう認識を持っているんですね。その中で大阪府に、いやいや、そんなことはないでしょ。質問です。でその上で大阪府には財政状況をよく見せるために7億5000万円の契約書作られたというご指摘もあるんですが、そのあたりはどういう意図で作られたんですか。もうそれは先ほど申し上げましたように、負債比率の方が 30% 未満でないといけないということがあるから、我々にとって市場命題は7億5000万ぐらいで作らないといけないということだったんですよ。ただ寄付金が高まってきたらそれは高くなるねということでしたから、そういうような意味です。関連でお願いしたいんです。いやいや、先ほど質問された方、すいません、朝日放送なんですけど、朝日ばっかり見る。いいですか。いや、お名前と社名とお名前。共同通信の音だと言いますが、安倍総理との関係、安倍昭恵夫人との関係について教えてください。会ったことあるんでしょう。
安倍総理とはお目にかかってませんね。安倍昭恵夫人とはお目にかかっております。この幼稚園にお越しいただいたことでお目にかかっているということになりますね。公園に来られた時、それ謝礼は払ってるんですか？払っておりませんね。払わしてもらってませんね。うん、いや、これちょっと一個だけ聞かせてください。父、2014年5月号で安倍首相とおたって言うのはあったじゃないですか。あれは嘘ですか？僕は安倍首相とおたことはありますよ。だっていや、街頭演説とかで会ってるんですから、そういう意味で私にとって合わせる。あの父の記述の中では縁にも来てもらったことがあるって書いてあったんです。それは理事長の言葉で縁にお越しいただいたことはないです。ということは、あの父の記述は何らかの間違い？そういうことないですね。父編集部の間違い、松浦市長の間違い、まあそういうことになるんでしょうね。なるほど、はい、日本教育再生機構の間違い。日本教育再生機構、いや、まあまあ、それ素晴らしい、それはいいじゃないですか。よろしいですか？よろしいですか？NHK の下田屋と申しますけれども、はい、先ほどのご質問に関連してなんですけれども、理事長おっしゃられた、7.5 億円、7億5000万円というと、それの他は寄付金とのですね、組合で、どのぐらいの献金にするのかというのを考えていかれる予定だったと思います。はい、当初の、寄付金としては、どのぐらいを見込んでなくてですね、で実際は、給付金がどのぐらいだったから、今現時点のですね、建設費用としてはどのぐらいを目指してあったのか、そういうあたりの計画にしていたのです。まあ、寄付金は多ければ多いに越したことはありませんでね。ですから、まあ、我々としてはやっぱり当然、まあ、寄付金は、4億、5億、6億というふうな感じでしたね。ですから、施工業者の方にもその分だけ払ってさせることができるからという考え方でしたから、そこがポイントだったと思います。どのくらいまで目標を達成されて？そうですね、大体、まあ、半分ぐらいは。すいません、通常のですね、その学校の小学校の建設のような形でちょっとも質問されるのはやめてほしいんですけど、天馬さん、その通常と言いますのは、少子高齢化の中で今その小学校を建設するということは、要するにその経営的に言えばですね、それでチャレンジですよね。省内のある地域でも統合してると思うんですよ。そういう中でなぜそれをしようと思ったのかっていうところは、皆さんやはりね、この際やはりよく考えていただきたいんですよ。で、結局個々のそのみずほの国小学院っていうことについて、要するにみずほの国小学院の中には当然これ神社もあるわけですね。だから今先ほど理事長がおっしゃいました、そのこの要するにその建物をどうするか、じゃあそれも膨大な金額かかってるわけですよね。それをじゃあその更地にするみたいなね、簡単なその要するに考え、安易な考えっていうのは本当やめていただきたいんですよ。理事長すいません、契約書3通りを作るように業者側にお願いはされたんでしょうか？ どうなんでしょうか？契約書は当然サステナブルは設計士の方が作っていきますし、その中で、暗黙の了解事項が当然あったんでしょうし、当然国交省の方については今お話したような感じで、2つの契約書が存在したということになりますね。産経さんはわからないですか？産経さんは、はい、何かありますか？私もまさしく聞きたいのは、産経新聞の今田と申します。その小学校の建設契約に関してです。建設契約である以上、契約金額というのは最終的に一つしかないと思うんですが、先ほどの質問の続きですと、まず田口理事長は契約書を3つ作ってくださいということを業者にお願いされたんでしょうか？されてませんか？業者にお願いするというより、サステナブルはお願いしたんです。何をお願いされたんですか？サステナブル、これ申請してくださいよということ。そうするとそこに当然契約書がいりますよねっていうことになってきたんですね。後付けでなったということですよ、しっかりね。そういうことです。で、国交省のやつに、空調機の関係というかね、その分については当然今先ほど申し上げたように15億円のもので提出をしてるわけです。
そういうことです。すみません、関連でお願い。じゃあちょっと契約です。だから私の方が印鑑を押してますから、それは契約をさせてもらったということになりますね。そして先ほど、寄付金に応じて、建設費、おいくら払うかという話はあったのですけれども、そもそも私学審議会というのは、この法人が小学校、学校を経営するにあたって子どもたちがしっかり教育できる環境になるのか、そういうものを財務面からも審査する機関であったわけなんですけれども、そこの議論と、先ほど理事長がおっしゃった、寄付金に応じて払えるか払えないかという議論っていうのは、それってね、建築費というのも高くなるんですよ。安くなる時もあれば高くなる時もあるんですよ。で、我々が建築した時はだんだん高くなってた時のことです。そうすると最終的に建物ができた段階でこれがいくらなのかということは、出てきますよね、この金額がね。で、その金額が出てきた段階で、再評価する時、評価をする時ありますよね、評価。で、その金額が当然3社見積もりで出してたわけですから、1社が23億でもう1社が21億で、我々の一番低い藤原さんにしたわけですけど、そうしたら当然高いところまで行きますねという感じになるでしょね。ほんなら23億のこの不動産価値がなってくるわけ。それに応じて銀行からの借り入れもできますよね。そうするとその不動産の方、建設業者の方にもそれを、そのお金を上積みして渡すことができるじゃないですか。わかりますよね。すいません、関連でなんですけれども、その15億円 の、 その契約書の中には、その備考欄で私学助成金について明記されていると思うんですけれども、そのあたりは現地はご認識は。それはね、間違いですわ。だから先ほどねおっしゃったようにね、サステナブル補助金と、そして関西新空港、関連補助金、そのことです。いやですね、15億の契約書の中に私学助成金のために改めて7億 の、 契約書を巻くということが書かれていると業者の方もおっしゃっていたんですけれども、ここについてのご認識はあるんですか。それについては今先ほど申し上げたように、私学新、私学科の方のこの、今回の小学校を建設に伴うところの7億5000万のことを言ってるんだと思います。だから私学助成金っていうのはあるとはおっしゃってないわけなんですか。言ってないです。明記してないわけなんですか。はい。明記してないと私は認識してますけど。見ていらっしゃいますよね。見てますけども。じゃあ書いてあったんですか。畳みかけるようなことやめてください。書いてあったんですか。考えさせてあげてください。どうぞどうぞ。このね、小学校というのは義務教育課程が小中学校あるでしょ。これは幼稚園とか高校とか大学みたいに施設整備費は全然出ないんです。出ないんですよ。出ないんです。全く出ない。自己資金だけなんです。自己資金と多少の余裕があれば銀行借り入れができるということなんですよ。ですからそれを認識してるんだから、そういうことを書いてたとしたら間違いです。誰の間違いなんですか。いや、書いてたとしたら間違いなんですよ。誰の間違いなんですか。誰の間違いか。それは建築、私が、いやいや、それは大事、ここ大事なのでお願いして。私学助成金とは書いてないですし、常識上私学助成金なんか出ないんですよ。だからそれは出ないのに出るとおっしゃったわけ。いや、おっしゃってません。契約の前日か前々日にそういった話があって契約書を巻いたって業者の方がおっしゃってるので、あえてお聞きしたいんですけども。まずね、業者の方がおっしゃってると言います。その業者の方に直接取材するっていうのはもうこれまたおかしい話で、要するに ここが要するに元ですから。だから業者の方はそんなこと言ってましたよなんて言うと、業者の方はじゃあ今どこにいるんですか。話まだで今 できないじゃないですか。確認その中で答えれないですよ。正確なものが答えれない。理事長はご記憶ないということです。ちょっとすいませんけど、その畳み込み方いうのは私学助成金が出るからといって、私がなんか業者の人を騙したような言い方をしているように僕は今思ったんですけど、私の方は
私学助成金なんて言ったことは全くない。ただ向こうの方が書いたのか分からない。でも私はそこまで誠に申し訳ないけどそこまで確認はしてなかったという認識はなかったということです。いうことですよ。はい、朝日新聞の矢口と申しますけど、業者の方は騙されたという認識を持ってらっしゃると今日語ってらっしゃるんですが、その辺についてそんなことはないと思います。お互いの思いようですから認識の違いということですか。はい、認識の違いです。全然違うと思いますよ。追いついてきてくれるというふうな感じを持ってるんですから、それはあの心と心の中のことですから、絶対そのよっぽどです。よっぽど今のこの何これ今のこの加熱した報道の中でですね、要するによほどその胆力がしっかりしてないとですね、動揺しますよ。うん、保護者の方とか学校の先生方とか、あるいは関係者の方々、あれだけ今のその変更報道を見ますと動揺しますよ。だからね、頼みますからね、朝日さんもね、その個別に要するにその取材するのやめてもらえますか。まあもう今更遅いですけど、うん、あのね、あの皆さん方の取材の仕方いうのは、なんというか誘導尋問ってとても多いから、あれはやっぱ一般の方にはちょっと酷でしょうね。あまりにもちょっとこういうことをおっしゃっていますけどどうなんですかとか、それについてはどうなんです、それはついてはどうなんですかというふうに言うけども、言う方は非常にいいのかわからない、聞く方の方は大層大変やと思いますよ。もうその言い方はやっぱりいかんと思う。それともう一つ言えばね、あのここの、あの先生方もよう耐えてくれました。皆さん方の電話もうひっきりなしの電話、ひどいのだったらどこの電話局に協力してもらってんのかわからないけど、置いたらまだ電話、トゥ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 と電話、あれがあの報道機関がやることかっていうことなんですよ。さっきも言ったけど、表現の自由、報道の自由とか言うけど、基本的人権の方が上じゃないのかなって私は思います。基本的人権があるから報道の自由が担保されてんじゃないんですかね。すみません、もう時間が押してますので、じゃあ毎日さんもう最後で、いや最後はどうだ、最後でお願いします。結局その取り下げを決意したのは昨日ということです。昨日のあの出来事があって取り下げを理事長が決意されたんです。うん、今日になって決意された。今日ね、この学園の方でね、あの PTA の実行委員会がありました。はい、で実行委員会があってね、ありましたので、その中でやはり瑞穂の国記念小学校に行かれる方もいらっしゃるわけですね。その方のお話をやっぱり聞いているうちにですね、これはやはり一番最終の段階に来てるなと思いました。最終の段階というのは、もう公立の学校に行くんであれば行く手続き、そして違う学校に行くんであれば違う学校の手続き、その保護者の方の思いと私の思いとがやはり一緒に、なってた時です。なってたんです、今日はね。でもこのまま行くと、その将来やる子どもさん の身に重大な影響を及ぼすし、保護者の方に対しても重大な影響を及ぼすので、私はその段階で結論を出したんですね。要はその統一に行く手続きがもう期限としての評価がリミットだったというふうにお考えですか。今日違います。今日その保護者の方とお話をしたのが、人間というのは情緒的なもんでもありますから、常に私たちをサポートしていただいた方々のお話はやはりリーダーとして耐えがたきを耐えてね、そして動きをかけていかないといけないなっていうふうに思いました。午前中にあって、それで思われても、そういうことになりますね。それはどんなお話だったの？どういうお話だったか。それはいろいろなお話がありますから。もういいでしょう。あの、そういう話は、身側を、それはね、国有地の問題が明らかに、2月4日、明らかになるまでは、
臨場としても結構順調に進んでるなって思いがあったのかなと思うんですけれども、ここに来てその、まあ、いろいろこの1ヶ月で先ほど1ヶ月いろいろあったとおっしゃってましたけど、あ、そう、まさにその通り。それでそのあのね、そのことについてね、大阪府に対してはいろいろその情報が出てるとかですね、今までお話がありましたけれども、府に対してのその、まあ、その話を考え、今のところは現時点では考えていないということでしたが、府に対しての、まあ、思いというか、それは現時点ではどういうふうな思いなんですか。瞬間でいっぱいなのか、それとも大阪府に対する思いというか、大阪府に対する思いというのは当初までね、2月の確か、いや3月に入る中旬ぐらいまでは確か、通そうと努力されてこられたんじゃないかなって今も思ってますが、何かのことが出てきた段階でその精神的な緊張感がプッツンと切れたような感じしますね。それはどのような判断であったのか私は分かっておりませんけど、本来生徒の数が少なくても学校認可妥当になりましたら認可して開校できるんです、ね、で財政力が豊かであれば豊くになってくればできるんですよ。でもそこにはいろんなやっぱり勢力があるから、私学審議会の委員の方にもいろいろな方がいらっしゃって、幼稚園の代表の方々だったらそれはやっぱ偏りがあってですね、なんていうのかな、今の団体のリーダーの方々ばかりがそこに入って、なんていうのかな、ばらつきがないというか、偏りが、考え方の偏りがある方が入っていらっしゃる。まあ他の委員さんの中にもいろいろの考え方があるんだと思いますが、ただ私学審議会の委員の中で十何名いらっしゃるけど、そのうち4名とか5名とかいうふうなウエイトの高さいうのはやっぱりちょっと不思議だなと思います。確かに幼稚園の数は負荷多いけど、小学校とか中学校と比べて、でもそれでもそれだったら偏りがないようにもう少し是正をしていかないといけないんじゃないかなって思ってます。よく皆さんがご存知思いますが、子ども子育て法ができて幼稚園として残るところと保育所と、幼稚園を合体して残るところがありますが、今の私学審議会の委員の方は、全員じゃないけどほとんど、子ども園として残る方の方が入ってます。今、大阪府下で400何十円あって、まだ330円ぐらいの方は普通の幼稚園なんですけど、子ども園に入ってないんですけど、比率というと子ども園に行ってらっしゃる、いや、なってらっしゃる方が、私学審議会の委員になってるという、すごくこうバランスが欠いたところがありますよね。理事長、退任はいつをお考えなんですか。まだ考えてないです。あれ先やめるみたいな。いやいや違う、あなたはなんでそんな畳み込み方するのかな。日本語が違うの。よっぽど僕のこと嫌いなのかったけど、さっき言うてることは違うよね。うん、違う。僕は実は嫌いじゃないですけど、もうそろそろ時間。大阪府とは会われるんですか。大阪府とはまた面会とかされるんですか。まだ考えてません。先ほどの大阪府にその資料出したらどう思ってはるんですか。大阪府に自身の経歴の詐称の資料とかを提出されてるかと思うんですけど、それは大阪府に対してどういうふうに思われてますか。どうして資料が流出するのかなって思ってます。どうして資料が流出するんでしょうか。民間企業であればコンプライアンスきちっとしてるんでしょうか。大阪府庁はコンプライアンスきちっとしてないんですか。行政ですよ、しっかりとした。これだったら出ないはずがない。資料が流出したことと資料が流出した、重要ですよ、重要ですよ。例えば自治労さんとか、いやそうじゃなくて、いやいやそうじゃなくて、まあ大事だと思いますよ。その中のコンプライアンスの問題っていうのは、理事長じゃなくて、いや外に出たことは別として、外に出たことが問題であって、まずなんでそこが外に出るのかっていうところは大事だと思いますよ。理事長でこれとりあえずね、もう今日はこれで終わりにしませんか。理事長すいません、謝ったもん。いやすいません、すいませんじゃなくて、いやあなたちょっと待ってください。朝日新聞だよ。いやでしょ、もう朝日さん、もう朝日さんはもう分かるから、もう朝日はいいの。朝日は嘘を書くの。朝日はテレビも嘘を書くの。幼稚園はここ、朝日はダメ。大阪府の関連で政治家への指摘は結局なかったんですか。
すいません、政治家への口利きは結局なかったんですか。あ、ないですよって何回も言ってんじゃないですか。それも誰に対してもないということでいいんですか。誰に対してもない、ないですよ。今国会でその名前が出ている国会議員の方もいれば、まあ、そのないですよ。じゃあ今、安倍さん、昨日の YouTube でのトカゲの尻尾切りはやめてほしいと、はい、これでおしまいにしますので、はい、国民の皆さんね、こういう状態では正確な話はできませんので、これね、見てください、もう大変なんですよ。ここを一番国民の皆さん見てほしい。で、私これ父は言えませんでしたけど、すいません、いろいろ偉そうなこと言いまして申し訳ございませんでした。すいません、確認させてください。ええ、私でも経営のことは分からないんで。大阪府に提出された取り下げ書の理事長の名前が安弘となっているんですけども、健康の子に博士、はいはいはい、それでも本籍の本名だと思います。本名、はいはいはい。では、すいません、ちょっと最後私と商談でございまして、まあ今回この度さまざまなことで、大変お騒がせしてもらったんだと思いますけど、まあ、父も何かと言えないことあると思うんですよ。すいません、これ私代わって言いますけども、全保守の皆さん、そして日本を愛する皆さん、そして安倍晋三総理以下、皆様方、大阪府の皆様方、どうぞですね、この森友学園の方のですね、今後の行く末というものをどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。よろしくお願いいたします。すみません、松本さんのお名前を、お名前だけ、お名前教えてもらってもいいですか。僕ですか、はい、あ、よししげ。漢字はどう書くんですか。いや、任命につき下つの草かむじしげるです。でフラッシュちょっと眩しすぎてこれピカチュウのピカピカになってるんで、学園には携判断を迫られてたのにね、それをさせずに、なんで理事長自ら判断したんですか。その理由は何ですか。いや、でもなんかそれだったら大変なんで、もうその圧力みたいな。誰が伺ってらっしゃるんですか。誰が伺ってらっしゃるんですか。やめてください。